はい、オメガの C マスターの300ですね。あ、120ですね。で、これはですね、オートマチックで、回転ベゼルがついた時計で、1960年代の半ばぐらいの時計です。で、アップライト、金色に光るオメガのアップライトのマークで、文字盤は黒のマット仕様になりますね。で、一応回転ベゼルはついてんですけれども、これは両方に回ってしまうタイプなんで、逆回転防止はついてないです。で、リューズはオメガのマークがついたスクリュー方式ではない、ただのあれですね、ポチッと押すタイプで、裏蓋はもちろんスクリュータイプですけれども、スクリューバックの裏蓋がついてます。だから、まあ本当に 120m ダイバーでは 120m とは書いてあるんですけど、実際にこうどれぐらいの防水能力があったかっていうのは、まあ、疑問っちゃ疑問ですよね。まあ、100m あればいい方で、まあ、もしかしたらもっとないのかもしれません。ちょっと今裏蓋のあれですね、形状とシーホースのマークをお見せします。こういう感じですね。で、まあ時計自体は、まあ、なんかロレックスのデイトジャストぐらいのサイズの時計なんで、まあ、普段使いには使いやすいかなと思いますけど、昔からのコレクションで飾ってあっただけの時計なんで、あんまりよく見てもなかったんですけど、機械はですね、300m ダイバーと同じシーマスターの552が入ってるはずです。ちょっと今開けてお見せします。